あとあの巨人っていうね、うん、チームに入って、うん、僕は県民のみんなあの我々の頃は、うん、やっぱり巨人に入りたいっていうのが多かった、はいはいはい、ね、うん、でその中に、まあ、実際入ってみて、うん、どうだった良かった部分と、まあ、ここは良くなかったっていう部分がもしあれば良くなかった良かったことの方が多い、うん、やっぱり良かった、ね、巨人っていうチームはやっぱりいいの、まあ、外に出て始めたから俺 DeNA 経験したから、うん、余計そうなんだけど、はいはい、こんなに目の前でたんだなって思える、うん、ジャイアンツだったな。それはすごいな、うん、やっぱり2軍でありながら用具を提供してもらったりさ、 あれ普通バットなんかが9人の天引きなんだよ。僕ら入った頃そうだよ、全員自然にそうなんだけど、1軍でもそうだった。徐々にほら先輩からもらえたりさ、1軍の先輩とかね、そういう人からの横流しじゃないけどさ、うん、あの余った道具をもらえる喜びとかさ、ああいうね配慮のある、うん、そういう球団ではあったね。だから二軍に優しい、チームだから、本当は恵まれすぎちゃってるところあるね。今のどうなのか、まあ、マンションだよ、マンション。それをまあ感じて、うん、あのこれでぬるま湯じゃいけないと思って頑張れる人か、うん、もうそのぬるま湯にもビジャーと。いてしまう人かっていうことで、ね、でも俺ね、まあ、よく言ってたのは、うん、二軍のあの野球塾へみたいな環境の中で、うん、はい、一軍の給料もらえるなら、うん、俺二軍でよかったもんね。いやそれぐらい野球が楽しかった。本当厳しかったけど、はいはい、きつかったけど、なんか野球バカでいられる、うん、なんか神経つかなくていいじゃん。マスコミと確かにお客さんがいっぱいいるわけでもないしね。一軍に行ったらね、別世界なもんだって。いや、それはプレッシャーすごいと思うわ。半端ないっすよ、うん、いや、それはすごいわかりますよ、うん、だからその喜びな、あの見られる喜びと、うん、ダメだった時のあのギャップな、うん、そのギャップはやっぱり本当あの なんていうかな、抵抗力っていうかさ、俺打たれ弱いじゃん、どっちかっていうと意外とね、うん、意外とじゃないよ本当に弱いんだ。いや意外とだと思うよ、皆さんはね、うん、ああ、皆さんそうかな。そう、我々は分かってるんだけど本当に弱いんですよ、打たれ弱くてすっごいね、ナイーブでいいやつなんですよいや、あのね、やっぱりジャイアンツのプレッシャーっていうのはね、あの江川と話してた時にも感じたのは、うん、朝起きるのがもうしんどくて嫌だと、うん、また今日も野球うん、やらないといけないっていうね、うん、だから渋谷は特にそれがあったんだよね。あ、多分彼は彼なりの悩みっていうのは俺と俺たちは違うよな。一回ね、本人一回聞いてみたいね、そのあたりもね。いや、子供の時からああやって、常にあのどこ行っても見られるって見られてるからね、うん、今は俺なんか喜びなんだけど、見られたりサイン求められたりするっていうのが夢だったから、だからそれが当たり前のようにこうなってきた時にさ、いや、本当これまだ夢なんじゃねえかなって俺は思いながらやってるところがあるから、そういう立場になれたんだっていうね。そうそうそう、はいはい、だから俺サインなんか自分からサインしようかって言ってるな、そういえば人間の頃さ言ってますね、言ってますよ今でも、うん、欲しくない人までそういうとこってあるよね、うん、あと選手の時、あ、じゃあ、うん、ジャイアンツに入ってあんまりこれはもう嫌だったんだけど、あんまりプレッシャーぐらい、プレッシャーが大きいってぐらい、嫌だって思うことってな、先輩も良かったしな、先輩も良かった、で、張本さんと同時に入団してるしな、俺。あ、そうか、うん、だからパリングから張本さん来られたからね、うん、で、先輩、土井さんとか高橋さんとかさ、いい言葉かけてもらってるしな、そう、あの評価、なんかチームメイトの中ではあんまり、いいように言われてないんだよね、高橋さんとか、うん、土井さんって口臭さくてさ、あ、なるほどね、うん、先輩としてね、そういう性格すごく悪い人だよっていうようなそういう教わり方してたんだけどでも決してそんなことなかったんだよね、ほ、ねうん、高橋さんが俺のライバルだったじゃん、そうだね、サードでね、そうそうそう、うん、それで、ちょっとポジションちょっと取りそうになった時にさ、うん、いつも家も近くでさ、送り迎えしてもらってたんだよ、二軍の時なんかで、玉がありな、はいはい、車で迎えしてもらってさ、先輩に、そうそうそう、足行くみたいなことしてもらったりなんかしてたんでさ、そのポジションを取っちゃったみたいな感じでさ、いや本当にすまないなと思いながらプレイしてたんだよ。そしたらあのたまたまトイレが一緒になってさ、うん、お教授お前なんか俺に気遣ってるんじゃねえのかとか言ってさ、え、今のお前の勢いだったらお前が出た当たり前なんだからな、見なかったプレーしようっつってさ、偉いね、あの高橋さんに俺それ言われたんだよ、すごい、ああこっちから なんかさ、うん、本当にすまなそうにしょんべんしてたって、しょんべんのでも悪かったんだよ、ね、そしたらさ、ああ
それで、その声かけられた瞬間に、ションペンターンって言って、それからグラウンドにドーンって言ったら、もっと勢いついてさ、絶好調ですってやってたのがそれだよ。その絶好調、それから。いやいや、その頃だよ。その頃、その頃だよ。やっぱり絶好調っていう言葉は、うん、あの、誰かに言われたわけね。土井さんだよ、だから。土井さん、あの土井さん、土井さんに何て言われたの。いや、土井さんに、あの、買ったところ、まだレギュラー取る前だから、はいはいはい、で、ミスターいつも、あの、呼び止められてさ、うん、調子はどうだって聞かれる。あ、聞かれるんだ。そうそうそう、うん、あ、まあですねって言ってたそれ聞いてた土井さんが、お前、こっち来るなよって言われてさ、まあ、ミスターが調子どうだって聞いて、まあまあですなんていう選手使ってくればいいねえだろ、バカな、お前ら。絶好調つってこいって言われて。それからだ。それからだ。もう何、どんな場面でも、絶好調つってこい。俺と使ってくれるんだよ。でも確かにね、あの監督からすれば、そうやって言ってくれると使いたくなるよね。そうそうそう、うん、勢いのあるやつを絶対選ぶもん。元気なやつを選ぶからさ。選ぶ。うん、確かに。それはね、俺にとってあの言葉はもう最高の贈り物だったなと思うね、今。もう代名詞みたいになったもんね。うん、で、元気でいられないじゃない、あの、病気になれないから。そうだ。すっごいあの、自己暗示。うん、いい意味での自己暗示をあの言葉で自分にかかってたっていうところが多分にあってさ、外に向けてもそういう印象を与えるし、そうそう、どうでも元気で元気になっていくっていう、あ、うん、でそれを作れたんだもん、本当に、ね、そういうことだね。俺の怪我は骨折だけだから。そうか、うん、風邪で休んだとかなんとかっていう、そういう時間帯はほとんどない。素晴らしい。で、休んだことない。素晴らしい、素晴らしい、うん、でそれで、まあ、サードずっとやってて、うん、そのうち原が、まあ、入ってきて、うん、セカンドだったのが脅かされるような時期があるじゃん。なんでセカンドだったのかって違うよ。違う？逆だよ、まあ、え？あの、いや、ちょっとサードのポジションで来て入ってくるんだ。最初ね。そのなんで3塁で俺がね、リギュラーになってね、俺は2年目か3年目なんだよ。原、うん、のドラフト1位は。から1ね。俺のすごい勢いのある時なんだよ。なのになんで腹取ったのって。おお、そう、そっからだよ、この人の中で。なんでお前、それこそ腹立つのスタートだよ。俺から見たら、名前通りだよ、腹立つだよ。本当に腹立つよ。そうか。もう、向こうっ腹が立ってたってね。何を考えてんだよ、球団は。球団はね。思うぐらいの状況の中で入ってくるわけですよ。で、サードのポジションでスタートして、それはあの本人だったら長嶋さんに憧れてるわけじゃない、うん、で同じポジションでダブってくるわけじゃん、はいはい、でも、うん、俺に気を使ったのかどうかわかんないけど、勝負させてくださいって俺直訴したからさ、サードでね、オフのあれの時に、農会の時に、はいはいはい、監督にさ、勝負させてくださいって、まあ、力と力の勝負で負けたらしょうがないから、うん、でもある程度俺調子よくてさ、うん、勝って、でも立つも頑張って、うん、セカンドのポジションでレギュラーを、シルクがいたんだよ。じゃあ、押しのけたのよ。うん、そう、一応そのスタートはな、ね、はいはいはい、スタートは避けたんだけど、それでセカンドの開幕を迎えたんだけど、はいはい、でもあいつセカンド守りながらさ、なんかね、俺の方に視線を向けるんだよなんでサードに自分がいないんだろうみたいなさ、あの人が邪魔なんだよなってね、その怨念みたいなさ、視線を俺感じてるわけよ。それは感じたな。もう本当にブルブルっと崩るぐらい、あの立つの姿勢を感じてさ、その怨念がね、プレーに現れたんだよね。そう、阪神戦だよ、お前。そうなの、うん、阪神戦8試合目が開幕して間もなかった時だよ、うん、あの俺がセンター前のヒット打ってさ、ワンアウト1塁、次のバッター原がさ、うん、打った打球がサードゴロで、掛布、うん、まだあの頃髪の毛あったよな、あいつ。うん、そう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 、あった、あったね。最近また増えてきたな、何だろう、おかしいんやろか。そうか、それであの完備、藤山完備みたいな、岡田がセカンドに行ってさ、でダブルプレーで、うん、俺はダブルプレーをしてるためにさ、猛烈で藤山完備に向かって、あの頃はね、東に向かってスライディングしないとダメだもんね。そうそうそう、それでうまく足ここ絡んでさ、うん、あいつの足払いやったんだ、はいはいはい、そしたらあの取らんで、あいつがスローイングに入った瞬間に足絡めたから、一回転して俺の上にドーンと落っこってきました。左肩の打球だよ。打球した。打球痛かったよ、お前、痛い肩を抑えながらさ。原の選手の怨念。ベンチに帰った時にお前、上場のアナウンサーよ。サード、中畑に代わり、原って。もう5万の感謝、うおーっていう大歓声だよ、お前。バカ野郎と思ったけどさ。でもやっぱりファンがもう原のサードを見たいっていうね、あ、そう、あの感性は
そのアピールなんだよな。だから俺はこれでサードに帰りたいなと思ったな。で原はもう生き返ったようにさ、サードで活躍するけど、でもあの怪我さえなければ俺はずっとサードで行かれたわけだ。そうか、あれは原は俺に故障をさして自分がサードに入るために打ったサードゴロなんだよ。あんたがスライディングしたからね。そうよそうよ。でもね、そういうふうなネタにしてるんだ。あ、そうか。でもうまくはまったよね。サード原、セカンド篠塚、ファースト中畑で、そうはまった。いや、だから内野陣に最高のそのポジショニングを与えて、うん、強いジャイアンツになるための布石を神様が与えた怪我だと思うんだろう。でもやっぱりのためにあの強いチームって、うん、やっぱチーム内で本当そういう競争な、競争、うん、これがないと強くならないよね。不思議なことにね、全員 A 型なんだよ。内野手全員が A 型で、すごい気遣いができる連携プレーが完成しやすい性格の選手たちが集まったっていうね。篠塚もやっぱり全員、篠塚もショートはショートはあの時は亀ちゃんだ、あの河野さん、あ、河野さんだね、河野さん、あ、河野さんね、これも A 型 でキャッチャー山倉も A 型で、わ、みんな A 型、えって思うねそうかまあまあだな、まあThank you.